今回の高校サッカースター列伝は藤枝東のミッドフィルダー長谷部誠です。2006年に代表デビューを飾って以来、積み上げたキャップ数は114試合。2010年からは約8年にわたってキャプテンを務め、3度のワールドカップでサムライブルーを牽引してきた。誰からも愛された生まれながらのリーダーの高校時代はサッカー名門校にいたものの、意外にもレギュラーになったのは3年からで、高校選手権の出場もなく全国的に無名の選手だった。そんな長谷部がどのように成長してプロ入りを勝ち取ったのか、長谷部の高校3年間を振り返っていきます。静岡県藤枝市生まれの長谷部がサッカーとの出会ったのは2歳の時だ。祖父松太郎さんが買い与えてくれたボールを毎朝5時に起きて一人で蹴り続けた。中学校では主将を務め、チームを県大会3位に導いた。高校は幼い頃から藤枝東が高校選手権で活躍していた姿を見ていたので、そこでサッカーをやりたいと考え、県内有数の進学校である藤枝東を一般入試で合格してサッカー部へ入部した。藤枝東に入部すると厳しい現実が待ち受けていた。当時の身長は160センチほど。技術の高い選手も多く、激しい競り合いを好まないスタイルは周囲に勝つためのサッカーではないと映った。1年生の時は C、D チームだったし、2年次でも B チームまでしか上がれなく、当時の監督である服部康夫はこう話す。まあ、その当時大体20人前後の毎年入部してくるんですけども、まあ、技術考えればやっぱ上から5、6番目あとはまあ平均的な選手だったなという印象しかないですね。ね、強烈な印象があればいいんですけども、ないですね。同校の1学年下には U17 日本代表ディフェンダー大井健太郎とミッドフィルダー成岡翔が在籍。彼らの陰に隠れ、試合出場は2年生の後半から。部員の意見をまとめた数人の主将候補にも入らなかった。長谷部への期待は大きくなかった。いつ試合に出始めたか記憶にないと監督が言うほどで、周囲からもプレーで目立つ印象はなかったという。もっぱら性格はやんちゃでチャラいと言われ、チームのいじられ役で、当時のチームメイトからは周りに人が集まるタイプでしたね。長谷部の話は真面目でオチがないので面白くないとツッコミを入れる係がいました。日本代表では真面目でしっかりしたキャプテンという印象が強いが、高校時代はチャラくてまだ心が整っていなかったようだ。当時の同級生や本人も同じように語っている。マコマコセーセーシ。どうですか。いや、これダメな、ダメだね。メンバー特に真ん中、特に真ん中、ダメなパターンか。ゼセシとはサッカー部伝統の掛け声、全国制覇しようの略なのだ。ゼセシ。当時の長谷部は、あ、この写真ももうチャラいですよね。え、どれ。これ一番右です。鬼チャラだ。鬼チャラだ。キャプテンをやるっていう感じは全くなかったですね。自分たちで誰がキャプテンに向いてるかみたいなっていう投票があったんですよ。一票は長谷部が入ってて、後で行くと自分で一票入れたんじゃないかっていう。その一票だ。本当に多分周りからは一票もらってないと思う。キャプテンを決める投票ではわずか1票でも3人は当然だという。まあ、うまく言うと要領がいいというか、まあ、監督見てるとこではやりますね。見てるとこではやりますねと。ヘディングが嫌いだったんで、10回やんなきゃいけないところを多分3回とか3回で10回やったことやったってとか本当多いですね。その時監督がぐるぐる回ってる時、後ろ向いた瞬間はもう完全にもうこんな感じですよね。で監督見て「うい!」みたいな声いきなり出したりするんで、あれは本当よくやってたんで。3人が最も驚いたのは、サッカー部のイタリア遠征で起きた事件。行きましたね。外出禁止なんですけど、外出禁止、長谷部がちょうど夜空いたから、イタリア来たからピザ食いたいって言って
長谷部の提案で無断外出し本場のピザを堪能。お土産にパスタまで買い込んだその帰り道、何、なんとホテルの入り口で監督と鉢合わせ。大目玉を食らいパスタも没収。いや、そうなるよね。その時長谷部は買ってきたもん机の上出せって言われて、買ったな。で僕らこう買ってきたパスタ出したんですよ。わ、これやばいなと思って横見たら長谷部が立ってたんですけど、買ったはずのパスタがないんですよ。持ってないんですよね。あれ、お前パスタ買ったよなって聞いたら、あのその先生に見つかった時点で、ね、ホテルの前の花壇っていうのは、ね、花壇みたいな植え込みみたいな植え込みのところに俺はそこに隠した。あ、隠したわ、覚えた、覚えてる。これはずるい。もうこうなったら、誰だろう。長谷部、服部です。いや、先生ですね、はい、そう、当時のサッカー部監督、服部康夫さん。泣く子も黙る鬼監督に早速報告。怖かったっすね。先生、長谷部はパスタを隠していたようです。びっくりしてないですね。夜いいですよね。やっぱサッカーにとっては必要なことで、常に状況判断をして周囲を見て何が起きているかをね、瞬時に判断して、そういうプレーに至ったと思いますよね。世間一般で本当ガチガチの真面目な長谷部というイメージがあると思いますけども、うん、全然それはないですね。全然ちゃめっ気ある普通の高校生だなと。まさか今のような人間になるとは予想もしなかった。いや、もうそのあの時は本当にすみませんでした。でもやっぱり監督は怖かったですか。怖かったですね。こう筋の通ってないこととか、まあ、そういうことにはすごく厳しかったですし、それこそ髪型とか、お、生活指導的なこともしてくれてたんですね。そうですね、そういうもの見ましたね。髪型、これどうしたんですか。これなんかいろいろ髪型難しい。昔なんかちょっとここ跳ねるの流行った時あったじゃないですか。ほうほうほう、あったんですよ。なんかあったあったあった、僕らのあったあった、相葉さんと僕ら世代はあったんですよ。で、羽が足りなかったバージョン。足りないね。足りないんですよ。多分そう、この辺がね、もっとね、行きたかったんですよ。そうなんですよ、はい、ここだけ行っちゃったから、ね、ここだけ行っちゃった。僕も本当高校生の時までは本当にいかに楽をするか、サボるかっていうのを考えてたタイプだったんで、うん、え、なんですかね、もう全然そんな J リーグなんて全く考えてなかったです。へ、興味もなかったんですか。まあちょっと変な話、うん、東京の、うん、青山学院という大学に憧れてて、また遊ぼうとしてるじゃん。そうなんですよ。じゃあ渋谷キャンパスで、すごい、ね、キャンパスライブにもう憧れてて、もうまた髪に跳ねさせたろうかみたいな。そうなんですよ。もっと跳ねて、もっと跳ねて染めてみたいなの考えてたんで。しかし、そんな長谷部に注目し、プロの世界に導いた人物がいる。藤枝東 OB で、当時、浦和レッズのスカウトをしていた宮崎義政だった。長谷部に目をつけたのは、2000年の12月、静岡県の国体選抜チームの合宿だった。面白い子がいるから一度見てみればと、静岡サッカーに詳しい知人からの情報が始まりだった。そこから2ヶ月、宮崎は、ほぼ即決で、長谷部の獲得に動いた。その時のことを、服部はこう振り返る。ただ本人には伝えてくださいと、で分かったよと、うん、ただそれからすぐ伝えるのも私自身がもう全然無理だと思ってましたし、うん、忘れてましたね、本人に伝えると。それがちょうどなんか3月とか4月くらいだったと思うんですけど、それから約1、2ヶ月経って5月にの連休の際に行って話していただけましたかって話をしたところ、あ、忘れてたと。チームメイトや監督からの評価は決して高くなかったが、
3年生になるとレギュラーとして試合に出場するようになり、5月に浦和レッズからのオファーが伝えられると、チームに欠かせない存在として急成長を遂げることとなった。3年生として迎えた高校総体静岡県予選、長谷部は不動のレギュラーとして活躍し、初の県内タイトルと全国大会出場をかけて静岡学園と対戦した。高校総体県大会決勝、静岡学園戦。長谷部選手のゴールで先制点を挙げます。後半積極的にゴールを狙う長谷部選手。しかし、静岡学園から立て続けにゴールを奪われます。その後も果敢に攻撃を仕掛ける長谷部選手。そして、長谷部選手のフリーキックから待望の同点ゴール。勝負は PK 戦へもつれ込みます。両チーム11人ずつが蹴り合う死闘は藤枝東が勝利。長谷部選手は高校で初のタイトルを獲得したのです。全国へ出る今の気分っていうのはどうでしょうかね。そうですね、初めての全国なんで、やっぱすごいワクワクしてる方が大きいんですよ。だから全国で大暴れしてアピールしたいです。どうですか、自信のほどは。自信のほどは、いや、自分ちのサッカーやれば絶対優勝できると思ってるんで、みんなで優勝を目指したいです。ズバリ藤枝東の攻撃も全国で通用すると。します、はい。そうして迎えた全国高校総体。長谷部選手は大車輪の活躍を見せるのです。
そうですね、今ずっと調子良くて、で前半までは調子良かったんですけど、後半になったら急に足が止まっちゃって、僕の場合ボールを触ると調子が出てくるんですけど、それ触ってなかったもんで調子が出てこなかった。明日からやっぱ前半だけじゃなくて、もう後半も全部動けるように体調整えていきたいです。します。温かいご声援をお願いいたします。その後も続く藤枝東の快進撃、中心はやはり長谷部選手でした。しかし準々決勝の習志野戦ではこんな展開も。第3チャンスを作り出すもゴールならず、 PK 戦へ。すると長谷部選手のシュートは枠の外、大事な PK を外してしまいます。しかしその後チームメートの奮起もあり、辛くも勝利をつかみました。そして準決勝の鹿児島実業戦では、またも PK のチャンス、蹴るのは長谷部選手。しっかりと決めます。見事勝利を収め、全国高校総体30年ぶりの優勝に王手をかけました。嬉しかったです。でもやっぱりあの場面、まあ、1点リードされて、あのリードされた時はどう思ったんですか？いや、PK だから別に落ち込むことなくて、もうゴールしかね、ゴールしか、ゴール狙うしかないから、ゴール狙うしかないから、うん、だからもうみんなでもう行こうと思いました。で、勝又が倒されて PK と、気の外してたんで、うん、なんでもう絶対今度は逆に蹴って、うん、決めようと思ったんで入ってよかったです。この勢いを持ってってもう絶対優勝したいです。一言ずつ絶対優勝します。そして迎えた市立船橋との決勝戦。先制点を奪われるものの、長谷部選手は大奮闘。しかしその後もボールを奪われ、結果は
準優勝。試合に対する悔しさがあると思いきや、長谷部選手には意外な思いが。やっぱ実力的にはそんな差なかったと思うんですけど、やっぱ向こうの方が決めれるところで決めてて、全国慣れしてるなって感じでした、ね、やっぱ静岡県を勝ち抜くのが一番大変かなと一番思いました。全国よりも静岡の方がやっぱり大変だっていうのを実感した。そうですね、やっぱどこも強いんで静岡、やっぱ全国より静岡って感じでしたね。僕は全国で準優勝っていうのはやっぱ、うん、優勝できなかったから、優勝できなかったのが一番悔しいですけど、うん、大会通じて結構みんなもいい感じを得たと思うし、うん、これを選手権につなげればいいと思います。迎えた宮城国体、静岡県選抜として挑んだ大会で長谷部選手は躍動。サッカー王国静岡の誇りを胸に選手たちは快進撃を続けます。延長戦まで戦い1対1両県優勝という結果を残しました。しかし長谷部選手は悔しいです。正直悔しい方が大きい。僕は嬉しさよりも、そうです、ね、うん、決着はつけたかったです。勝てる相手だった。そうですね、結構相手もいいサッカーしてくるし、うん、まあ勝てないことはなかったと思うんですけど、やっぱシュートを決めれるところで決めなかったり、やっぱ向こうも外してたし、まあ実力的には五分だったと思います、うん、この頃長谷部は卒業後の進路に悩んでいた。5月に浦和レッズからまさかの獲得オファーをもらい、高校総体で全国準優勝、静岡県代表として国体にも優勝、 J1 の名古屋グランパス、大学サッカーの強豪明治大学など複数の大学からも勧誘を受けていた。当時の監督や家族、周囲は皆反対。どうせ 2,3 年で辞めさせられる藤枝東のような県内屈指の進学校であり、大学経由でプロ入りを進める声などもあり、長谷部自身も悩んでいた。
そんな長谷部のプロ入りを後押ししてくれたのは祖父の松太郎さんだった。それでも祖父松太郎は高校の時なんかは、毎試合練習、週末の、練習試合とか、大会全部ほとんど見に来てくれてましたし、僕が 1,2 年の時なんかはもうほとんど C チームとか D チームでプレーしてたんで、C チームとか D チームは、A チームから試合やるんで、試合がだいぶ後の方なんですね。2時間とか3時間とか4時間とか5なんで、でもじいちゃんは一番最初の A チームからもしかしたら僕が出るかもしれないからっつって、見に来てくれて、ずっと見てくれてましたね。いつ誠が A チームへ昇格するかわからないからと、練習試合であっても朝一番から観戦に来ていた祖父松太郎。黙って見てるんですよね、ずっと立って木の陰で。あまりこう表に出てくるようなタイプでもないし、僕を見つけてこう手振るわけでもなく、ただ来て試合見て僕の試合が終わったら帰るみたいな、非常にこう愛情を感じましたし、今思っても、ね、次は新春だってよ、もう帰ろな、帰ろ帰ろ帰ろ彼はいつの日か誠がレギュラーになることを信じて、その成長を心待ちにし生きがいとしていた。そして誠自身もそんな祖父の期待に応えようと必死で練習した。あ、誠お帰り、どうだった試合？勝ったよ。そう、よかったね。そして試合を終えて帰ると、じいちゃん、今日も試合見に来てたね。ああ。普段から言葉の少ない松太郎は熱心に見に来てくれながら、感想を言うわけでも褒めてくれるわけでもなかったという。そして祖父の男なら勝負しろが、その一言で最初に声をかけてくれた浦和レッズへの入団を決めた。自分が本当に何をやりたいか、プロにチャレンジできるのは限られた人しかできないことであって、その権利があるなら逃す手はないと思ったんです。そして長谷部は最後の高校サッカー選手権全国優勝を目指し、静岡県予選へ挑む。長谷部の高校選手権への挑戦が始まった。チームは準決勝まで勝ち上がり、相手は高校総体予選決勝で勝利した静岡学園。両チームともレベルの高い戦いとなった。両チームライバル同士ということで、このあたりどうなるんでしょうか。長谷部はセットプレーのキッカーを務め、直接ゴールを狙っていく。7番長谷部、直接狙っていきました。ではここで午前、こちらが今の場面です。なかなか前亀さん、最初から思い切って打っていきましたね。そうですね、最初やっぱりシュート、藤枝東服部監督のベンチ前の試合開始早々、さあゴール前シュート、静岡学園が先制点を挙げる。素晴らしいゴールですね。その後、長谷部はドリブルから積極的なシュートを打っていく。5番の小林と2番 B サイドバックの岡田優希、この2人のオーバーラップがあるかと。そうですよね、はい。その大石さんが就任して、選手たちも一つ一つ全部にアドバイスをくれるんで、チームが七重田東は前半シュート3本、静学は1本です。そのリードする2チーム、応援の方もヒートアップしています。チャンスですね。7番の長谷部、ボールを持って右サイドに叩く。もう一度7番の長谷部、ゴール前シュート、ポストの左。また今のシュートも非常にこう肩に力が入ってますよね。もう少し1割2割力を抜いて打てば枠へ飛ぶんじゃないかなと思うんですよね。静学でサッカーがやれればサッカー人生終わってもいいと。藤枝東は長谷部を絡めたコンビネーションで決定機を作っていく。1年生ながらすごい決定ですね。さあゴール前出た、7番の長谷部シュート打てるか。あー、倒された。ホイッスルはありません。7番の長谷部、鋭いドリブル見せました。でどうする、下げる。7番の長谷部ポンと出してキープ。
中央15番の鳴尾から7番の長谷部ドリブルドリブルドリブル中央シュート山本スローイン入れました10番の鳴岡そこから7番の長谷部もう一度鳴岡鳴岡がセンターリングゴール前シュートは持ち込めません長谷部から流して打てるかさあフリーキックで1点リードされている藤枝東7番のそして後半藤枝東は長谷部のフリーキックが相手ディフェンダーの頭をかすめそのままゴールネットを揺らし同点に追いつく前、後半の2分藤枝東同点に追いつきましたオウンゴールでしょうか今のは、そうですね、7番長谷部のフリーキック、ゴールまではかなり距離があったんですが、ニアに走り込んではいるんですよ選手が最後は3番の長田ですねキャプテンの長田ですね、もう一度ご覧くださいこれ右足でやっぱりキーパーに向かってくるもんで、キーパーすごくあの取りづらいんですよね、はい、キーパーね7番長谷部のフリーキック静岡学園のキャプテンの永田オウンゴール1対1の同点ですさあ大事な同点ゴール藤枝東してそこから7番の長谷部から13番の森下185センチ背のある上背のある森下、ね、このディフェンスとキーパーの間を狙うボール、はい、横山は長谷部は確かな技術でボールをつないで起点となる後半から出てきています、はいこの横山の投入があるんでしょうですね3トップの右です、はい、もうどんどん裏を狙って深澤を走らせるんじゃないですかね深澤君の使い方としてもうとにかくもっと積極的に行こうというふうにイレブンに声をかけていますね栗原さん、はい、9番の高藤藤枝は全国準優勝その順を取らなくてはいけませんさあ多少の守備のリスクを犯しても、しかし後半コーナーから相手のカウンターでゴールを奪われ再びリードを許す10番の矢沢今大会初得点の矢沢深澤からのセンタリングですねチームで3年間プレーしてしましたさあストーク倒されディフェンスラインを3枚にする藤枝東でしょうか、はい、さあフリーキックを出してもう一度10番の鳴岡からゴール前思いが前に10番の鳴岡翔です7番の長谷部長谷部、ね、長谷部シュートあーサイドネットだあさあ後半も30分を過ぎて残りあと10分ですそして後半の2分オウンゴールで追いつきました藤枝東しかし後半の26分10番矢沢のゴールが決まって補正したのは2年生軍団の藤枝東だったんですその当時のチームと比べても今年の方が強いですよと服部監督話していましたさあ長谷部から叩いてシュート打てるかキープする岡田勇気の前に送る7番の長谷部ポーンと浮かしてシュートまで持ち込めるかシュートチリと抑えましたさあ今のコーナーキックですいやサイドから流していきましたが、今の残り5分ですよね。もうね。上がった。ヘディングでクリアする。もう一度。11番の山本。流して7番の長谷部だ。長谷部ボールをキープ。ゴール前。ヘディング。どうだ。シュート。ナイスキーパー。後半アディショナルタイム藤枝東最後のコーナーキック長谷部が質の高いボールを入れるがクリアされ試合終了シュート放てませんここで試合終了静岡学園が決勝進出長谷部は3年間高校選手権に出場できず高校生活を終えることとなったそして選手権終了後将来の夢を語ってもらいましたいつ頃からJ1 でやろうっていう気になったの。そうですね。話があったのがインターハイの県大会終わったぐらいで、それでその時はまだ全然大学進もうと思ってたんですけど、やっぱり全国で自分のプレーがすごい通用したと思ったんで、やっぱこれでもっと高いレベルでやりたいなと思って、決定的はやっぱ国体とか
そういうところで決まってきましたね。まあ、これから筋トレとかしっかりして、そういう、まあ、自分の持ち味っていうのはやっぱスルーパスだと思ってるんで、まあ、それが通用できたらいいとは思ってます。卒業後は浦和レッズで6年間在籍、特に岩田戦では後半アディショナルタイム、ハーフライン付近から一人で持ち込んで決めたシュートは J リーグ史上素晴らしいゴールとして記録されている。2008年にはドイツへ渡り、2014年から現在のチームであるフランクフルトに所属。2020年6月にドイツブンデスリーガにおいてアジア人で史上最多となる309試合出場を果たした。2022年2月、38歳になった長谷部はチームとの契約を2027年夏まで延長したことを発表。日本代表でも114試合に出場、ワールドカップでは3大会でキャプテンを務め、代表は引退したが日本を代表する選手として活躍を続けている。動画作成の励みになります。よろしくお願いいたします。